どうも、うるまです。いや、今日撮影する前にですね、免許の更新に行ってきたんですよ。自分免許って車の免許なんですけど、5年ぶりかな、なんだかんだ。なんかね、見てみたら前の免許の写真がね、黒髪だったんだよね。ちょうど金髪にして俺4年ぐらいなんで、前の免許はギリギリ黒髪みたいな感じだったんで、でする時にうわっ新鮮ってこれもう自分で見ながら思ったんですけど、なんかいろいろさ、免許更新する時とかってなんかいろんな書類とかなんか書くじゃん、向こうで。なんかその書類もらう時になんかその記入する注意点だったりとか、記載の仕方みたいなものをなんか窓口の免許センターのおばちゃんが俺にすごい説明してくれてたんですよ。でなんか俺もちゃんとこうやって聞いてたんですよね。こうやってああはいみたいな感じで聞いてたんですけど、突然そのおばちゃんがなんかもう顔を覗き込みながら、あんた大丈夫みたいな言われて何がと思ったんだけど、突然ああ大丈夫ですって言ったんだけど、なんか何に対して大丈夫って聞かれたか、なんか今すごい心がモヤモヤしてるんだけど、なんでかな、なんで聞かれたんだろう。顔怖かったのかな、それか話聞いてないように見えたのかな、全然わかんないんだけどさ、もしあのこの動画をその窓口のおばちゃんが見てたら、なんでそんなこと聞いたか、ぜひコメントください。絶対見てないと思うけど。それではですね、本日の動画は久しぶりになるんですが、ファッションニュースまとめでございます。自分の方がですね、最近気になったニュースっていうものをいくつか、ピックさせていただいて、それに対して簡単にいろいろああでもないこうでもないみたいなお話をするコーナーでございまして、なんだかんだ結構間が空いちゃったので、ちゃんとコンスタントにできるようにいたします。じゃあ早速一つ目のニュースいってみましょうか。まず一つ目のファッションニュースなんですけれども、アディダスオリジナルズとベッドフォードのコラボレーションが発表っていうところでして、ここ最近やっぱファッション業界ってもコラボ多いじゃん。常にどっかとどっかがコラボレーションしてる状況だったりはするんですけど、結構最近のコラボのニュースの中で結構自分は今回のこのアディダスとベッドフォードのコラボレーション非常にグッときて、ちなみに画像こんな感じだったりするんですけど、どうですか。自分のベッドフォードのブランドのイメージなんですけど、結構根幹の部分はミニマムなデザインというかシンプルな部分もあったりするんですけど、結構大胆なディティールも時に取り入れるようなところがあって、トリッキーさも兼ね備えたブランドっていう自分のイメージがあって、過去にね、けどそんなに自分も着てなくて、過去に1点2点持ってたかなっていうぐらいで、そんなに普段からめちゃめちゃ着るブランドではないんですけど、すごいいいイメージはあって、であのイメージにさっき大胆なディティールも時に取り入れるみたいなイメージがあるって言ったじゃないですか。なんだけどなんかトリッキーすぎて非日常的な雰囲気な服っていうわけではなくて、ちゃんとデイリーユースで使えるようなものの中にしっかり収まってて、なんか結構多いじゃん、なんかこれディティールだらけでパッと見おしゃれなんだけど、これ実際日常でどう着るのみたいなブランドとかコレクションとか結構多いと思うんだけど、ベッドフォードに関してはちゃんと日常でも落とし込める奇抜さというか、そういうところはすごい毎シーズンコレクション見てて魅力的だなと思ってて、なんか大人だからこそ取り入れたいギミックっていうのもなんか結構ベッドフォードのアイディアを見ると感じることが多い印象ですかね。で今回のコラボレーションでも結構切り替えとかね、大胆に行われてたりとか、配色とかかな、結構あるんだけど、結構全面的にロゴをあれだね、強調したデザインのアイテムとかも多いよね。で自分はね、今回のコレクションマジで店頭見に行きたいなと思ってて、気になってるアイテムがね、ここジャージ素材なのかな、それなんかシャツっぽいアイテムがあるんですけど、このアイテムすごい気になってて、かっこいいよね。なんかスポーティーさもありながらドレッシーさもあって、なんか今の気分に絶妙にマッチしてる感じがするんだよね。であとはあのベロアのパンツ、ベロアのトラックパンツなんですけど、これねめっちゃかっこいいよね。しかもなんかラインの配色がなんか写真見る感じだと、なんかジャージパンツさ、アディダスのジャージパンツって、うん、ここにさ外側にライン入るじゃん。なんだけど写真見た感じはなんか内側に入るのかね、内側に。だこういうちょっとしたギミックもさ、なんかインラインではないようなギミックだったりするじゃん。そういうところはね、やっぱコラボならではって感じはしますよね。でこれすごい気になるんでね、ちょっと店頭見に行こうと思います。同時期のコラボレーションだと、オフホワイトとアンダーカバーのコラボレーションが結構ストリートシーンだと結構ニュース的にはトピック大きくなると思うんだけど、俺的にはこのアディダスとベッドフォードのコラボレーションすげえ熱いコレクションだと思うんで、まあ、今回あの簡単に触れさせてもらいましたけど、気になった方はぜひぜひチェックしてみてください。はい、それでは2つ目のニュースになります。2つ目のニュースが、ファッションブランドラコステが古着の販売を期間限定で扱うショップを、表参道にオープンってことで、これ面白くて、あのラコステがこのラコステの古着を売るショップをオープンさせたらしいんですよ、期間限定で。これ面白いよね。なんで店頭に行くとなんか400点ぐらいなんかアイテムの取り扱いはあるらしいんだけど、全部ラコステの古着になってるみたいで、かなり年代の古いものからもう幅広い古着が取り揃えられてるらしいです。
なんかキーワードがオールドミーツニューっていうキーワードらしくて、年代に縛られない、より自由で新鮮なファッションの楽しみ方を提案するっていうコンセプトらしいんですけど、これ面白いっすよね。なんか最近その古着市場というかそのリユース業界かな、なんか古着を扱う業態の中で、まあ、一個プチトレンドだったりするのが、なんかそのコンセプトを持ってなんか古着を集めて販売するっていうのが実はトレンドでして、なんかセカンドストリートだったっけな、なんかそこもなんかナイキかな、ナイキのスニーカーを全面に集めた企画をやったりだったりとか、確かラグタグもなんか過去のシュプリームのアイテムをなんか1店舗に集中させてなんか販売するようなイベントもやってたよね。確かラグタグだった気がするんだよね。でそんな感じでなんかコンセプトとかなんか1個のブランドに焦点をかなり合わせた見せ方で販売促進を狙うような手法っていうのは結構古着業界というかリユース業界でも結構多く取り入れられてるので珍しい話ではなかったんですけど、ただそのブランドがそのブランド自身の古着を扱うっていうことに関しては結構斬新だなと思ったので、これすごいニュース発表された時に興味深くて、で実はなんかこんなことを自分やったらっていうのをリーバイスの方にね昔お話ししたことがあって、なんかリーバイスの古着ってさ、もう古着屋さんでは定番だけどどこ行っても買えるじゃん。なんだけどさ、なんか意味あるところから買いたいなと思ったらさ、ふとした興味でリーバイスの会社の方、リーバイスの方が管轄でピックした古着っていうのはどんなものなんだろうっていうのが逆にすごい興味があって、なんかやってみたらいいんじゃないですかっていうのをお話ししたことがあったんですけど、なんか結構ね本国のアメリカのリーバイスの兼ね合いとかなんかいろんな条件面とかいろいろなんかね権利関係難しいみたいで、実現は難しいかもなーみたいなことは言ってたんですけど、自分的にはぜひぜひやってもらいたいと思うので気長に待っております。はい、それで3つ目のニュースなんですけれども、ユニクロから新しいダウンが登場とのことで、しかもそのダウンの基本設計がスノーボードの平野選手の競技ウェアからの着想を得たアイテムが発表というところで、ちなみに画像こんな感じです。はい、最近のユニクロのアイテムの中だと自分かなりかっこいいアイテムだなっていうのをこのトピックを見た時に純粋に思ったっすかね。やっぱ最近さ、こういうスノーウェアというか競技ウェアとかそのかなりギアというか機能性に振ってるようなデザインが結構ファッションシーンの中でもかなり注目を集めるようなジャンルにはなってきてて、かつねユニクロが全面的にその新しいテクノロジーとかさ、新しい生地開発とか素材開発を行ってるアイテムだったりするので、これ値段が9900円ってことなんだけど、多分本来9900円じゃ買えないようなクオリティになってるんじゃないかなって思ってて、個人的にはすごい楽しみなアイテムですね。これはリリースされるタイミングで実際手に取って着てみようと思ってますかね。でこれ商品名がダウンってなってるんだけど、実際の中身はなんか中綿なのかな、なんかレイヨンとポリエステルを混合した素材らしいんだけど、トーレさんとの素材開発を一緒にやってるみたいで、もうトーレってねすごいのよマジで。もう生地開発のプロだからさ、もう世界でもトップクラスなんじゃないかな。そことユニクロがさガッツし組んでやるっていうのってやっぱなかなか対抗できないよねでこれ多分機能性もさることながらさ、もともとは競技用ウェアではあるから、もう動きやすさもね申し分ないと思うんですよ。なのでなんかユニクロ U とかさ、 JW アンダーソンとかいろんなものがやっぱりトピック的には大きく紹介されることはあると思うんだけど、これねめちゃ実はすごいアイテムなんじゃないかなって思ってて、まだ実物見てない中でこのニュースは触れさせてもらってるんですけど、個人的には最近のユニクロのニュースの中だと一番テンションが上がったニュースになるので、ぜひぜひ気になった方は店頭に行ってチェックしてもらえたらと思います。ちなみにさ、この平野選手で思い出したんだけど、皆さんオリンピックのチケットって当たりました自分がまず第一次販売かな、一番最初もう誰でも販売とかに応募できる時にやって、いや結構な金額申し込んだんですけど1枚も当たらずで、8月の後半かな、8月に第二次販売みたいな2回目の販売があって、その時の参加条件がその1回目に応募した人で1枚も当たらなかった人っていうのがなんか2回目の販売期間の時になんか参加できるってことで、まあ見事に俺も入ってたから応募したのよ。けどその二次選考の時はそのね第一次選考の時と違って、もう1競技しか応募できないみたいな条件だったのね。だから自分野球がその二次選考の時まだ余ってたから野球応募したんですよ。でこの動画を撮るちょっと前かな、1週間前とかぐらいにその選考結果が来たんですけど、見事に落ちてなんかさ思わせぶりの中でさ2回とも落ちるから結構へこんでるけどなんかねメールの文面の中にはなんか今後も
販売は随時行う予定ありますってことだったから、まだ諦めてないんだけど、まあ、2回連続でさ、あのかすらず落ちてると結構心折れるよね。いやけどせっかくね、東京で行われるオリンピックなんで、ぜひ一競技ぐらいは見たいと思ってるんで、ちょっと根拠よく応募してみようと思います。もしね、あのチケット当たった方いたら、どんな競技当たったかみたいなこともコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。はい、それでは最後のニュースになります。多分このニュースがね、最近のファッションニュースだと一番インパクト大きいニュースだったんじゃないかなって思うんですけど、ファッション通販サイトの ZOZO タウンが Yahoo の傘下に入りますっていうところで、突然の発表でね、結構うちら界隈もバタバタしたんですよ。何マジでみたいな感じで変わって、もちろんZOZO タウンの担当者の方からは聞いてなかったし、結構びっくりというか、もちろん記者会見もあのリアルタイムで YouTube で見てたりもしましたかね。いやー、これ驚いたよね。これやっぱあんだけのでっかい会社がさ、どっかの傘下に入るってなかなかインパクトあることだし、最近のね、通販事業の中でも、まあ、Amazon とか楽天とか Yahoo とか、もういろんなところがバチバチやってるとこなんだけど、まあ、その Yahoo の傘下に ZOZO タウンが入るっていうのはかなりインパクトがあるニュースだったんじゃないかなと思ってます。まあ、個人的にはね、前澤社長が退任するのすごい残念で、自分自身も新卒のさ、就職活動の時 ZOZO タウン受けたしさ、でその時前澤社長が出てきて、なんか泣きながら世界平和について語るような、あのかなり変わった会社説明会だったりしたんだけど、自分的にはやっぱインパクトはあったし、やっぱお話するの上手いですしね、もともとバンドマンっていうのもあって、見せる部分もやっぱ上手い方ではあるから、なんか仕事については全然分かんなかったけど、なんか心震わされたのはすごい覚えてますからね。で、個人的に結構自分自身の会社もその ZOZO タウンに出店してる立場ではあるので、どんな風に変わっていくのかなっていうのは気になってはいるんですけど、なんか自分も一回動画にしたんだけど、 ZOZO カンファレンスっていうね、あの ZOZO に出店してる企業さんが結構参加する説明会の時に結構言ってたことは、海外に向けての販売を強化していきますみたいなことはかなり強く発信されてて、まあ、ZOZO スーツとかプライベートブランドの結果は振るわない部分もあったんだけど、本来の ZOZO タウン事業に関してはね、問題なく伸びてる会社ではあったんだけど、多分国内需要かな、まあ、ある程度頭が見えてきたというか、そんなところはやっぱあって、最近もその新規のブランドをどんどん入れることで規模拡大ってところはあったんだけど、多分国内のブランド大半は ZOZO タウンに出店されてるっていう構図にはなってはいるので、どっかで頭打ちになるってところは結構目に見えたと思うんですよ。なんでそこで、もともと ZOZO タウンは海外の販売っていうのは過去に一回失敗してるんだけど、今回 Yahoo さんの傘下に入ったことでね、 Yahoo ってグローバル企業だからさ、そういうところでうまく組みながら世界事業を結構進めていくんじゃないかなっていうのは感じてますかね。もちろん自分たちに向けてもさ、結構ZOZO さんから言われてるのは、海外に向けての販売の準備とかいろんな施策っていうのはもう今現状でも進めてるところではあって、それこそウェアだっけ、ウェアもさ、ZOZO タウンが作ったアプリじゃないですか。なんでそのウェア自体も海外に発信できる仕様に結構変わっていくみたいなことは説明を受けてるので、もう Yahoo さんが絡むことでね、その話がどんな風に進んでいくのかっていうのはすごい楽しみではありますかね。全然このニュース聞いてからまだ日も浅いし、実際仕事の中では何も変わってはないんだけど、どうなんだろうね。やっぱ今までみたいにさ、やっぱある程度 ZOZO タウン自体もマス化が進んでいくんじゃないかなっていうのはすごい感じるけどね。で、自分 ZOZO タウンの通販サイトってかなり昔から使ってて、それこそビームスとかローズとかシップスみたいな、ほんとまだ数店舗しか扱ってない頃から使ってて、昔ってね、自分が注文したものが街にこうやってね上がってくんですよ。自分がなんか買うとするじゃん、パンツとかコートとか買うじゃん。そしたら、ま、街の中でその買った商品がこうやってね、お買い上げありがとうございますっていうのがね、浮かび上がるような仕様になってて、今はさ、もう1秒の中でも多分注文数が多すぎるから、そんなもんいっぱい出してられないと思うんだけど、昔はそんなに大きいサイトじゃなかったから、そういうギミックとかあったと思うんですけど、なんかその頃から使ってる自分からしたら、結構このニュースはなんかいろいろ感じるものがあるなと思いましたかね。いや、とりあえず前澤社長お疲れ様でした。個人的には前澤さんには昔やってたバンドのスイッチスタイルの再結成を望んでるので、ぜひぜひ月に行く前にスイッチスタイルのライブをやっていただければと思います。そんな感じで駆け足にはなったんですけれども、ニュースは以上ですかね。まあ、4つだけのニュースになるんですけど、もし気になったニュースとか、こんなこと感じたみたいなことがあれば、どしどしコメント欄に書いていただければと
思います。このファッションニュースまとめの企画自体も結構視聴者の皆さんから、次早くやってくださいとか、なんかプレゼント応募の時もあれ楽しみですみたいなことコメントをたくさんいただけるので、ちゃんと間隔かけずにできるように頑張っていくのでよろしくお願いします。はい、それでは本日の動画も以上となります。本日の動画がですね、もし少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけましたら、高評価の方とチャンネル登録の方お願いいたします。あと概要欄の方にですね、自分のインスタのアカウントも貼らせていただいているので、日々ファッションのこと発信してたりするので、ぜひぜひそちらの方もチェックしてもらえたらと思います。はい、それでは本日の動画も以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。